どうだ、短いか。よいしょ。しばらく2人行って赤穂を奪いました。そして山本へスリーポイント。今日本対ボスニアをのバスケットライブで見てます。3クォーター目始まったばっかの、もうこれ画質悪すぎて何分かも見えん。何分51秒だ。とりあえず53対45で日本が勝ってます。今出てるのはひまわり、なこちゃん、おこもに、高田真希ちゃん、みよしちゃんかな。トラベリングです。です。45対53かな。こちらに少しミスが出て、はい、ニコにボールが当たっています。まあ、今日はですね、お互い、両者と、ね、このボスニアのこのセンターやばいっすね、ずっと。でも、今、おこもにが3ポイントやりました。56対45、11点差で勝ってます。今日3点めちゃめちゃ入ってんな、日本。ていうか、打たせてくれてる、ボスニアが。おい。あれはもったいない。けど、リバウンド。ジョーンズっていう、ジョーンズ選手っていうね、この世界ナンバーワンのセンターって言われてますよね。この人やばいな。何センチってこの人やばいな。おい、おこもにはトップからもドライブいけるんですね。すごいな。こんばんは。特に皆さん見てますか、バスケットライブ。髪の毛邪魔だな。こんばんは。俺参上だよ。みんなバスケットライブ見ながら見てんのかな。 CS かな。うわ、ジョーンズさん大きいな、マジで。これ守るの大変。でもやっぱ惜しい。三好ちゃんが今ピックから3打ったけど、よし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 。やっぱボスニアは惜しい、惜しいな。日本に3ポイント打たせすぎやろ、ボスニアはきっと。でも私がボスニアの側からするとすごく思う。昨日のカナダは本当に全然打たせてくれなかった。まあ後半疲れて打ててたけど。こんばんは。リバウンドきついよな、このジョーンズさん。ジョーンズさんいると35番のマジで上誰もゴールしてんでさ、いられたらさ、ジョーンズさんになんかもうリバウンド取れる気せんよな。もう空間支配される。おナイス、惜しい。惜しかったな。今日本がダブルチームジョーンズさんに行って取れそうだったんですけど、逆にやられました。こんにちは、こんばんは。ジョーンズ選手は198センチ、マジですか。198か。女子で198は。ガジッチいないのも響いてる。へえ、ガジッチ選手っていうのがいるんですね、ボスニアには。今51対56で勝ってます、日本。もうこの、おい。なんだ、ジョーンズ選手、ターン、ポストアップからのこっちドリブルして逆に足を入れといてこっちターンするやつ。すごい、あれ、あの足の長さでやれたらやばいよな。でも、おこもに今スリー入れた。マジで全員スリーうまいな。わあ、向こうも入れた。配信はどうやって見てますか？ソフトバンクのバスケットライブで見てます。パソコンで。
多分ちょっとこれ遅いんですよ、私配信のスピード。なんかちょっと何秒、多分ね20秒ぐらい遅れて見てる。さっきスマホで見てたら全然違う。キキちゃん、林ちゃんマジで打ったら入るな。この子自体何パーだ、この子自身のシュート確率何パーだろう今。やばくない？ていうかマジボスニア日本に3打たせすぎやろ、なめちゃいかんって。日本は3やろ、止めるべきは、止めるべきは3なはずなのに。なぜだからディフェンスのそこまであのあれができてなかったかな、アジャストがディフェンスまでにね、自分たちの今までのやり方でやってるのかな。カナダとボスニアって何点差だったっけ、ちょっと結構点差ついてましたよね。そう、カナダみたいにね日本のこと守らないと本当に。だってあんな日本に気持ちよく3打たれて全員入るのに、全員入ってますよ今。ひまわりも入れてたし、おこもんにも入れてたし、林ちゃんなんて一番打たせちゃいけないし。まあまあボスニアはなんかあれですよね、あの今までそこまで強いと思われてなくて、なんか最近なんか大場さんがさっき言ってたけど、なんかどっかに勝って、どうしたボスニア、何ってこうみんなが気づき出したみたいな感じで言ってたから、まあっていうかあのジョーンズ、このジョーンズ先生って言っちゃうな私、ジョーンズ先生、ジョーンズ先生がさいるだけでもうだいぶ、そうっすよね、そうそう、ジョーンズさんに入った時のより、まあまあカナダの時もそうだったけど、センターに寄った後のまあ外にパスされてのスリーポイントとかね、外のシュートは、おーおーおー危ねえ、おーおーすごい、斜めちゃんそっから打つ、惜しい惜しい。で急に強くなった感じなんですかね。おーっと危ねえ、ジョーンズさんマジどっからでも何でもするな、198であのあんなディープスリー打たれたらもう、しかもさ上からドライブもするやんジョーンズさん。さすが三好ちゃんが今スリーポイント入れました。で今57対65で勝ってます。質問もし答えれたら答えるんでどうぞ。 OK、 ジョーンズ選手がボスニアに帰化したからです。なるほどね、帰化なんだ、はあ、はあはあ、キッカー、じゃあもともとキッカーじゃない、あのボスニアの選手じゃないってことなんですね、さすがっすわ。で今三好ちゃんが今ドライブ決めたでしょ、10点差です、あと1分50秒、 3クォーター目で10点差勝ってます。なるほどキッカーは強いわな、そらもともとどこの選手なんだろうってことは、おーおーおー、まあ、ガードの人も上手いですよね。すっぴんとね、お風呂入ったんですけど、私ベッドで見るんで配信、自分家では、あの私ベッドは綺麗なものしか乗れないタイプなんで、お風呂入ってから見てるんですけど、顔はちょっとライブ配信するしなと思って残してます。残してます一応、まあ全然びちゃびちゃ浴びてましたけど、あのクレンジングはしてないです。お、ここでメンバーチェンジ、日本来ましたね、若手三強の若手、まいちゃん、すて、ひまわりが入って、そして今いるのがラムちゃんと、みよしちゃんね、はいはい、こうやってねどんどんメンバーチェンジするのマジいいよな日本。おっとおっとおっと、ちょっと今のは難しいオフェンスした日本が。ジョーンズさんにマイちゃんがついてるのを見るの面白いな。
あーもうそこはそうなるって、あーもうそこはそうなる。ひまわりが今ねジョーンズ選手ついたんですけどね、まあ裏もう、もう裏っていうか上っすよね、上通っちゃうわやっぱ。おいいよ、やっぱねボスニアのディフェンスはだいたい OK。 ひまわりが3入った、すごいなこの子今日めちゃめちゃ入ってる3。ひまわりちゃんボスニアのディフェンス基本仲守ってるからみんな、日本対策してないな全然外やろ、やっぱ1対1であんま守れるって思ってないのかな中も。身長そんなあれじゃんね、ボスニアの方がきっと高いだろうに、ね、うわジョーンズさん、ジョーンズさん3も入れちゃう、やば。そして終わりましたね、第3クォーター、これが最後な。ジョーンズさんのこのこりゃすげえわ何この人何歳ジョーンズさん。とりあえず今、第3クォーター終わって64対70で日本が勝ってます。64対70、パーセンテージが見えないぐらい私画像画質悪い、待ってくれ見たいよ。あーでも今ローからね、ローにしてたんですよ画質を、だってね見れなかったからさっきまで。28歳、ありがとうございます。28歳なんですね、まあいいぐらいだなジョーンズさん。ちょ待ってやっちまったよ、もうバスケットライブ、私このパソコンとの相性が悪い、パソコンが悪いのかな、なんか日本のチームは70点、得点を今誰だろうね一番得点取ってるの、ひまわりかな、ひまわりかキキちゃんじゃないですかね。スリーポイントが2人とも入ってるから、ステとひまわりはマジで強いね、あんな細いのにね芯しっかりしてますよね。ちょ待ってよこれ大丈夫か、私今多分ねまたね私結構遅くなったと思う、ラグが、私のこのパソコン多分20-30秒ラグあるんですいません、みんな多分みんなについていけないかもしれないんですけど、そうデュラントやんね、ジョーンズさんやってること、もうケビン・デュラントでしょ、もうずっと言ってますよね、あの大賀さんとかもだし、まあそう言われてるんですよね、デュラントみたいなプレー、女子のケビン・デュラントやみたいな。日本に対しては外守るとドライブもありますもんね、そう日本はだからもう何でもあるんですよ。でもやっぱこのスリーポイントというものがあるからこそドライブができるって感じですよね日本はね、もうスリー空いたら打っちゃえばいいのもん日本は、それをね守るのはね大変だよ。こんばんは、あ体格の差がえぐいですね、そうですね、まあ体格の差あるけど、あれね KD ね、 KD って言っちゃった、もうケビン・デュラントになっちゃった、このジョーンズ選手は、けどもうね、でもねやっぱ日本頑張って守れて、おナイス、オッケースティールしました今暇で、うわもうひまわりのこのなんだろう、ひまわりちゃんのさメンタルすごい強くなってますよね、なんか自分が行くんだみたいな、自分が行くんですっていうその強いのがすごい現れているこのワールドカップ。まあ、なんかちょっと見たんですけど、その恩塚さんにねもうやっていいって言われてるっていうのがすごく大きいんでしょうね、メンタル的に。真央さんよりもとは、今日のスタート、私もね1クォーターの最初から見てないんでちょっと分かんないんですよ、すいません。7点ぐらい取ったところから見てたんですよね私、今日スタート誰だったんだろう、昨年の。おそして宮崎沙織ちゃんが出てるね今は、さ宮崎沙織ちゃんとキキちゃんとステとラムちゃんとひまわり、ういナイスリバウンド、ナイス、もう宮崎沙織ちゃんなんかすごいアグレッシブだな、わい。そしてステ惜しい、あの惜しい、おお深井いいね、勢いもたらすね宮崎沙織ちゃんは本当に欲しい可愛い
あのね、ボスニアはさ、今のもさ、慌ててこう日本が3ポイントチェックに来てドライブ行けてるじゃないですか。でも行き過ぎるから守られるんですよね。ジャンプすると途中で打っちゃえばいいのに、遠回りしてドライブ行くから。はぁ、はぁ、ちょっと待って、ジョーンズさん最強すぎ。あんなターンしてちょっとフェダウェイ気味に打たれたら、あの足幅だったら誰も止めらんわ。ラムちゃんでも止めらんないのに。ユーロカップでベルギー戦で44得点、このジョーンズさんがね。惜しい、宮崎さん惜しい。マナさんバッシュありますか？私バッシュ、バッシュありますよ、持ってますよ。最近、おお、最近まで、そっか、私最近まで入ってたのなんだ、 PG か、うん、多分 PG5 とかだったんですけど、今入ってるのこの前アンダーアーマーのやつでいただいたやつ。近藤さんね、近藤さん、近藤ちゃんね、前半出てたんですよ。近藤ちゃん、あ、待って、今出た、もしや、違う、違うか、舞ちゃん、舞ちゃんか、舞ちゃんが出た、舞ちゃんが出た、宮崎ちゃんの代わりに。おお、入るね。うん、やっぱあのジョーンズさんにちょっと寄っちゃうと、ジョーンズさんパスもできるんだ、もうマジで何でもできるんだ、ジョーンズさんは。この大きさで何でもできるってすごすぎん？そんなにおらんくないっすか？わかんない、アメリカだったらゴロゴロいるの？そんなことないよね。めちゃめちゃうまいぞジョーンズさん、パス出すのも大変。おあ、すごい、マイちゃん待って、マイちゃんすごいな本当に。あんな大きい人がうわって、ジョーンズさんチェック来られてましたよ今。まあまあ届いてはないけどさ、今ね69対75です。69対75で勝ってます。でもこれ入れられたから71対75今。うん、4点差ですね、一気にだよ。この試合って YouTube なので公開、いや YouTube ではまああのハイライトはいいんじゃないですかね、あるのかもしれないですよね。ターンラウンドからカスタースフェダイは KD なんよね、マジ KD なんよ。いや私 KD のことそんなにめちゃめちゃ詳しいわけじゃないですけど、もう何なんですかね、むしろだから KD を見て練習してるんじゃないですかね逆に何でもできるな本当に。スリーも打てるし、ボール運べるし、パスできるし、なんだこのこの人、28歳、今までどこにいたんだ。惜しい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 。今71対75です、まだ 4クォーター目の残り何分だ。もう本当にね、画質が悪すぎて数字が読めないっていう。はい、このあのパスうまいね本当にね。うわー、バンク3入った、やばいやばいやばい。1点差かな。いや、あのやっぱねー、この KD がジョーンズさんがもうさ、パーンって出すよね本当に、パーンって。今の本当にフェダウェイ、まあ今のスリー打った子もすごいですけどね、ワンドリからのステップバックのスリー打つから、まあ、全然うまいんだけどみんな。うーん、ジョーンズさんをやっぱ警戒しちゃうと周りが、ジョーンズさんがね本当にパスのできない人だったらもうあれで終わっちゃうんだろうけど、パスもできちゃうんだからもう。残り6分か、なるほど、ありがとうございます。6分3何秒ってやつかですかね。KD が来ているだけでそのチームは優勝候補と言われるぐらいの選手です。はいはいはい、なるほどね。残り6分、ちょっとギリギリですね。ウィキで調べたの、バハマ出身、へえ、ありがとうございます。バハマ出身か、ヤッホー、いいな、どんな、アキさん、ヤッホー。そう、アンダーアーマーのありますよ、アンダーアーマーのあるけど、ちょっと私もうお風呂入っちゃったからあんまり場所とか触りたくないんですよねごめんなさい。あの何だったっけ名前、ほら私が、あ、プロフューチャー最近あのいただいてから、まだその時はナイキのやつ履いてたから、今それがちょっとそろそろ破れてきたから、またそのフローフューチャー履いてます。
今ね、アキさん、あと日本ね、1点差で勝ってるぐらいなんすよね、ボスニアに。そう、74対75で日本が勝ってて、6分半ぐらいかな、今。あ、5分20秒、どっちか。ちょっと数字が見えなくてごめんなさい。あー、惜しいな。6分23、ありがとうございます。誰、推し選手誰ですか。うん、推し選手難しいな。わあ、もうジョーンズのこれよ。うわ、ねえ、絶対止めらんないって。ねえ、ジョーンズさ、絶対一人じゃ止めらんない、一人じゃ絶対止めらんない。でもさ、ダブルチーム行くって言ってもさ、ゴール下まで来てるわけじゃないからさ、行くに行けないよね。あのローポストぐらいでさ、ただただ守ってて、ちょっとステップ打たれて、ちょっと離れて打つの、あれが入るんだもんな。もうあんなんどうやって守るんって感じ。お風呂上がり、すいません、ナイキの帽子みたいです。いや、ナイキはね、今ね、ちょっと旦那さんの車に置いてきちゃった。あ、うまい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 、まいちゃんいいね。わあ、自由だな、惜しい。いや、まいちゃん面白いな、ほんと。この前のさ、河村勇輝くんみたいなプレーするな。まあ、富樫とか河村勇輝くんとか、そんな感じのプレーするね、まいちゃんって。ぐるぐるぐるっとドライブで。はいはい、ナイスナイスディフェンス、ナイスディフェンス。あー、取られちゃう、取られちゃう、危ない。ジョーンズにダブルチーム行ってボールを離させないといけないですね、ジョーンズに打たれれば。いや、でもさっきからジョーンズさん、その寄ったらすぐパスして、でスリーポイント入れられて決められてるの何回もあるから、寄る方も寄る方で怖いんだよね。ちゃんとジョーンズさんさ、あの視界がある方を向いてるから、なんていうの、エンドライン側向いてないじゃないですか。そしたら後ろから来れるけどさ、視界をちゃんと広い方に向けてるから。あ、舞ちゃん、あ、惜しいな、惜しい、マイちゃん惜しい。今のもスキル高いんですけれどもね、今のもこうポーズって言って、相手が後ろにいたのをピタッて止めて、はい、しっかりと後ろに。まあまあ、でも確かにね、ジョーンズ選手からボール離してローテーション早くできるならいいけど。ピックね、このピックどうやって守る？オッケー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 。そしてジョーンズ、オッケーオッケー、そう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 。あ、これこれこれ、あのさ、今林ちゃんがやってましたけど、その寄ってそのジョーンズさんに入れようとしてる人が、あ、こっちよ、あっちの3戦のディフェンスめっちゃやってるから、あっちに3ポイントにパスしようって思わせるぐらい、最初に入る前に寄っといて、そのパスにめちゃめちゃ頑張っていくみたいなのがいいのかもしれないですよね。一番打たれちゃう可能性ももちろんタイミングによってはあるけど、そのタイミングさえつかめば、もうとりあえず入る前に寄っとくっていう、他の選手にパスを回させるみたいなのがいいのかもしれない。あー、うまいディフェンス、あー、うまいうまい。ちょっとやばいよ、今ね1点差で負けてます。67対75、4分17秒ぐらい。あー、ちょ、そこは無理だって。そこは無理、いやー、ほら、ちょっと今のは絶対無理。今マイちゃんがジョーンズつきましたもん。どうして今そうなった、ちょっと今あんま見てなかった。なんかめっちゃメッセージ撤回してる人いる。フランスのジョアネス選手みたいな選手いますか、プレー的に。ジョアネス選手が、ちょっとすいません、私あんまり知らない。日本はフィールドゴールが 24% で低いですね。身長差があるからしょうがないですけど、そう、今日なんか2ポイント全然パーセンテージ悪いですよね。あの、なんだっけ、前半も3ポイントが 50% 入ってて、2ポイントが 25% とかでしたもんね。それはね、今も後半もドライブちょっと行ってるけど、なんかちょっと強くなっちゃってますね。あのボードに跳ね返ってるシュートが多い。若干焦ってるのかな。やっぱ昨日と違って追いかけるっていうよりは追い抜かれてる感じの方だから、ちょっとあのメンタル的にまた違うのかもしれないですね。78対75、4分13秒。そして今から出るのは舞ちゃん、ラムちゃん、高田ちゃん、林ちゃん、ひまわりです。でも3点差だからね、ミスマッチがやばいね。ミスマッチやばかったですね。それボスニアに負けたらワールドカップで出場できないんですか。いや、なんかこれもう試合ができた時点でもう
本戦は確実みたいな感じだったと思うんですよね多分。負けても多分いけるはず。で今からフリースローカウントワンスルーのフリースローをジョーンズが入れて4点差79対75、4点差で負けてます。日本あと4分10秒。マジでうまいなジョーンズさん、マジでうまい。あーはい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 、キックアウトの、あー欲しいな、この3が入ったら、この3が入ったら別に悪くないぞ、悪くないよ悪くないよ。あー、舞ちゃんがついてる、舞ちゃんがまたついてる。え、ファール、ひー頑張ったのに。あれで、あれでファール吹かれちゃうのね。うん、頑張ってプレッシャーかけてたけどな、舞ちゃん。舞ちゃんがジョーンズさんにさ、つくとさ、ジョーンズさんがこうやってボール上げてて、もうこの辺だもんね、舞ちゃんの手。この辺。あ、リバウンドだよ、第一なのに、そうそうそう、ああどっちのファール、あー、よかったよかったよかった。チーム大きいのでね、やっぱこのリバウンドのところのティップをするので、やっぱり2回目のリバウンドで取れずに、やっぱりこういうふうに何回かティップとかしてるところしてからのトランジションフェーズに入るので、やっぱそこはね、はい、あのカナダ戦とちょっと違うところかなと。いろんなコメントが来てる。まあ恩塚さんも全然すごいコーチですからね。そこにスクリーンをかけて、おお、はい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 、惜しいな、あのパスがねちゃんと通ってれば打てるんだけどな、捨てからのあのパス、惜しい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 、オッケーオッケーオッケー。ていうか確かにジョーンズさんずっと出てるよな、ほんとすごいな、ずっと出ててこんだけずっと疲れないのかな。ていうかボスニアの選手マジでメンバーチェンジそんなしてなくないですか、わかんない、他の周りの選手もあんまりしてんのかな。女版レブロン・ジェームズ、そう、うわ危ない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 、 KD と言われてますけどね。ナイス、よしよしよし、危な、ラムちゃんナイスだよ。もうない、あさすが、そうね、ジョーンズさんがもう近くにいたらブロックされるわな。いいよ頑張って、まだあと3分11秒です、あと3分11秒。ユーロリーグ見てる方々ならジョーンズさんがパスチュアするのは知ってる。バビッチがまだ沈黙してるから要請仕掛ける可能性がある。ユーロリーグを見てるんですね。あーそう、こあーひまわりも今ねドライブかかに行ったけどね、最後いるんだよなジョーンズさんが。だからその最後ジョーンズさんがいるの分かって合わせないといけないですよね、合わせて、まあ、そのパス出す方も。でもあれよね、大きいからね、見るの大変なんだよね。でラムちゃんがついてるじゃん、今ジョーンズさんをどうする、どうする、あファールか、今のファールか、誰の、どっちの、ラムちゃんの、あー惜しいね、あーファールなっちゃうか、うまいなジョーンズさん、うまい。あと2分48ぐらいかな。で、今ファールになっちゃって79対75の4点差です。で負けてる。で今ジョーンズさんがフリースロー1本目入れたから5点差になって、次もう1本入れたら81対75ですね。6点差か、そしたらうわマジ入るやん。ジョーンズさん本当にシュートもうまい。とりあえずこうなって、そう基本、うん、オッケー、いいよ、そう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 、いいね、オッケーオッケーオッケー。今ステがミスマッチをついてポストプレーをして入れました。81対77。ディフェンスディフェンス。ディフェンスディフェンスディフェンス、いいよいいよ、オッケー、あー。おし、オッケー、いいいいいい、それでいいそれでいい。
今のはまあ落としてくれた感じだけど、ひまわり空いてる、そうそう、来い来い、あ、欲しいな、ひまわりちょっと焦ってるかな、まあまあいいよいいよいいよ、大丈夫大丈夫、あと2分4秒、あと2分4秒です、あと2分4秒で4点差、ファールはんー、どっちも4回だな、どっちも4回です、日本もボスニアも、あと1分55秒、あーもう絶対あそこ入れるやんね、ジョーズさんからの、うわそれ、うわファールなるよね、今ひまわりがファール、ジョーズさんがこうポストアップしたから、ひまわり逆サイドのね、ひまわりがこっち見た瞬間にもう逆サイドにパスして、ひまわりが慌てて3を抑えに行ったところをこうカウンターされてドライブされて、ひまわりにファールしちゃいましたね今ね、あちょっと気を抜けない、本当逆サイドのディフェンスが本当に気を抜けないっていうのきついですよね、まあまあ気を抜いちゃダメなんですけど、もちろん3戦にちょっとでも目離したらボーンってパスするんだよあの人は、カナダよりボスニアの方が強いのかな、いやボスニアの方が全然27位とかですよ、カナダ4位とかで、ボスニア27位ですよね、24か27か、あでもリバウンド取られちゃうんだよね、今フリースロー外してくれたのに、ほらでこれよ、これこれこれやめて入る、あ今さボスニアが一番やりたいさオフェンスさせちゃってんだよね、今スリーポイントなんていうの入ったんですけど、ボスニアが84対77、むずいな、むずい、負けたら後がないからねボスニアはね、うん、それはある、やっぱねあそこに入っちゃうと寄っちゃうからね、うん、でスリーポイント入れる、あそこに入らないようにしたいけど入っちゃうのもしょうがないんだよな、前に出ると裏もやられるしさ、あのローポストぐらいにいるから、ゴール下じゃなくてローポストぐらいにいるから、ローポストで前に出ちゃうとやっぱ裏やられるじゃないですか、日本がどんだけカバーしたってラムちゃんの上通されたら次来る子はもっとラムちゃんよりちっちゃい子でしょ、だからもうそれはね全然多分カバーって言っても入れられちゃうから、やっぱ持たせるしかないんですよねあそこ、むずジョーンズさん、そう日本には女マンステファン・カリーがいる、確かに、マイちゃんもね、林ちゃんもだし、マイちゃんもヨキッチレベルね、ヨキッチめちゃめちゃパスうまいんですもんね、頑張れジョーンズさん、視野広い、本当にカナダはラッキーですね、ボスニアは、ボスニア一戦ワンワンのスキルが KD でパスの甘さがヨキッチだったら食べようないですね、確かに間違いない、ジョーンズ IQ 高いな、ボスニアにはレブロン・ジェームズ、なるほどね、頑張ってお願い、てかもうパスを1個出すのも怖いよな、この腕の長さもう引っ掛けられそうだもん、マジっす、林ちゃんさすがです、4点差になった、今1分25秒で4点差で負けてる、林ちゃん3決めたのすごいすごい、流れながら3打ったよ今林ちゃん、さすが、はいはいはい、ここ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 、あナイス、ミスったミスったミスった、ボスニアがミスった、あと1分11秒です、いいディフェンスいいディフェンス、わかんないね、まだ1分11秒で4点差、あでも日本5回ファウルしてるからファウルはできないけど、4点差1分11秒、ここどうデザインしていくかちょっと一つ、ああどうするどうするどうする、何する何、でもマイちゃんに入れさせないな、もうガード、ああそういうことね、ボスニアも考えません、ガード発進をさせてませんね、もうでステがミスマッチだから行く、よっしゃよっしゃ、ステ2点差です、2点差で勝った、負けてる、2点差に負けてる、でも2点差ってことはもう何もわからない、2点差のすてさすがっすね、山本舞ちゃんもさすが、やっぱ舞ちゃんはもう頭いいから自分がもらえないって思ったら、まあまず
無理してもらおうとしない、他の人にもらわすでしょ。でそっからちゃんとステにスクリーンして、相手がスイッチするって分かるからスクリーンしてスイッチさせて、ステがミスマッチでゴール下でこうやって今みたいにワンワンができるようにっていう、うん、ボールを持たずしてメイクした感じですよね今ね、山本舞ちゃんは。はい、いけるいける、日本は経験値は日本が上、そうね確かに。ステとヒマは異次元ね。ステとヒマは本当にもうこの年でここまで来てたら本当にあと 2,3 年経ったらえぐい選手になってますよね、この2人。舞ちゃんもね、舞ちゃんも円満っぽかったね、円満っぽかった。いける、もうさすがだよね日本のこの感じ。だからほら各国、まあボスニアも分かってるじゃないですか、日本がその勝負どころ強いのもさ、だから気は抜かないですよね、抜くわけはないんですけれども。あと何秒これ、ちょっと待って、あと何秒なの見えないんだけど、数字が私の画質が悪すぎて。日本代表は接戦負けないですから、20年以降は接戦負けた負け見たことないです、うん、あ、53秒ありがとうございます。そう、接戦負けない感ね、気持ちがすごいんだよね日本ね。相手チーム絶対怖いもんねこれ。大丈夫、あと50秒あるでしょ、ここ1本守って1本入れたら同点ですから。あ、ほらほら、そこスイッチすんだ。え、そして打たせんのね、オッケー、リバウンドだよ大事なの、そうそうそう、すげえ今の賭けだったな、めちゃめちゃスリーノーマークだったよ。ステも今いい感じだったのに、持って歩いちゃった、歩いちゃった、あー今の惜しいな。ちょっと待って、31秒でしょ、大丈夫、まだあと1回オフェンスできるから早めにバスに会ってくんないかな。そうだね、ファールしちゃうとフリースローになるから、もう今5回だから、今2点差で負けてて25秒です。ファールはできない。あ、ほらね、絶対そこじゃんね。絶対ジョーンズじゃんね。どうする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 。ラムチ、ナイスカバーナイスカバー、はい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 、お願いお願い。沈めてきた。スリー入れられた。マジか。早く攻めるしかない、もう。山本が行って。あ、欲しい。いやー、負けた。負けた。負けたか。はあ、まあじゃあ三つ玉屋になったみたいな感じっすね。金メダルの日本に勝ったという大きな勝利になりました。日本はこの予選最終戦82対87、ボスニア5点差か、87対82、パーセンテージ見たいのに見れないよ。でも40何パーですね、2ポイントも3ポイントも。ん、違う、2ポイント30何パーですかこれ。いや、3ポイントが40何パー。なるほどな。どうすかねこれ、痛いけど切り替えないと。そうですね、うん、それはそうだ。だってこれで終わりじゃないですもん日本、これで負けたからといって。いやでもとりあえず、今ちょっとハイライト見てます。パーセントは日本が27で、 27?2 ポイント、3ポイントが47。ありがとうございます、教えてくださって。だからね、2ポイントが27はちょっと辛いですね、確かに。もちろん3ポイントが 47% ってすごすぎるんですけど、めちゃくちゃすごいんですけど、めちゃめちゃすごいんですけど、やっぱ2ポイントが20か、20代はドライブがね、やっぱそういうちょいちょいのやつもやっぱ入ってないとあれだよな。ミオちゃんも入ってるでしょ。最初やっぱ最初スリーポイントだからみんな、まあ、50% でしたもんね。で後半で最終的に47だったらほぼほぼみんな。ミオシのスリーポイントが
第3クォーターはほとんど初めてかなぐらいの。でもやっぱこのゴール下がきつかったってことですね。やっぱね、あのボスニアは日本にめちゃめちゃスリーポイント打たせててなんでって思ってたけど、まあ、それだけやっぱ中は固めてるってことですからね。それに日本はやっぱり難しかったんでしょうな。たまにしか2打たないから。そしてこの人今日何点取ったんだ、このジョーンズさん、あなた何点取った？もうジョーンズさんは誰も止められない。さすがにこの人は最後はバハマってバスケ強いんすか。ジョーンズのスタッツ39分36得点23リバウンド4アシストやばすぎるしょ。39分出てんの、むしろ1分出てない時ありましたみたいな感じですね。なんか36点23リバウンドやばい、23リバウンドやばいって。さすがにうー、日本2勝1敗、カード2勝1敗、ボスニア1勝2敗。あれ、あれがそうなるんですか、ベラルーシの不戦勝が1個入ってるってこと？え、違うよね。そしたら、ボスニア2勝になりますもんね。多分、日本が1勝1敗、カナダも1勝1敗、ボスニアも1勝1敗ですよね、今。違う？ですよね。3チームが1勝1敗で並んだ。はい。うんうん、で、予選に関してはこれはあの3全チームが2試合を消化した時点で、うん、クオリファイが決まるということで、現地マイスマリーナシニアヘルツゴミナの選手の皆さんがキャップをもらって、はい、どういうことだ、ね、予選の全部が終わってから結果が決まるってこと、はい、チームはね、この映像をよく見ます。ちょっと難しいな、こっからどうなるのか。まあ今からあみんながなんかキャップをかぶって、あでもちょっと選手たちの表情としてはまあそんなに表情は悪くないね。みんな試合終わった後笑顔もあります、ちゃんと。やっぱりここがねゴールがないって、はい、やっぱりこのワールドカップを決めて一つ自分たちがもう一回経験できる場所を自分たちで手に取ったまでの過程とここからの準備とそして本戦っていうところがなんか自分たちがこうまた楽しみにしているこのどんなストーリーが出てくるのか。今写真撮影してます、みんな。まあ楽しそうだよ、なんか本当にすごいな。なんか最近の感じの子たちはなんていうか落ち込むっていうことをあまりしないようにしてる感じしますよね。なんかしちゃう時ももちろんあると思うけど、本当にこのまあこれが最後じゃないからね、言ったらこれが最後じゃないから、こうさ多分最後の最後に例えばファイナルで負けるとかそういうのがあったらまあ落ち込んだりもちろんするんでしょうけど、感情を出したりするんでしょうけど、まあ次があるからね、落ち込むあれ暇はないでしょうね。楽しそうだ、もうすでにみんなに手振ってね。大阪行きたかったな。いやーとりあえずジョーンズさんやばいな。ちょっと次元違う選手出てきたな。ビビる。でもまあいろんな事情ありますから、難しい方はバスケットライブ。バスケットライブで。EFF が 51なんですか。えジョーンズさん。マジ 51? やばいねめっちゃ面白い。相性ですかね、カナダは30点ぐらい上げて。そうですよね、カナダ結構の点差でボスニア勝ってましたよね。でもやっぱあのほらほら体格は絶対日本よりカナダの方があったじゃないですか、まあ、みんな的に。だからその体格の差をねどんだけあのこの
人は一人であの抑えれるわけない人じゃないですか、ジョーンズさんって。でそれに対抗できるそうな子がまあまあそれこそ一人で守れるかもしれない子がラムちゃんとかぐらいしかいないわけじゃないですか。だからもうミスマッチとかなんか誰かと交代した瞬間にやられちゃうだろうし、まあカナダとかに関してはそういう選手、大きい選手が何人かいて、まあその届いたりするんでしょうね、あの寄ってここに入ったからって言って寄ってそして戻るみたいなのもまあ大きいから、みんなそのちっちゃい子がやるとさ、ここまで行かなきゃいけなくてここまで走んなきゃいけなくてじゃないですか。でも大きい人がやればちょっと寄ってちょっとあのちょっと寄ってパス出されてもちょっとで済んだりとかもするから、その幅とかの足の長さとかで、だからそういう運動量、あの動かのカバーしなきゃいけない人の運動量みたいなのもまあ絶対カナダの人の方が少ないだろうから、もうちょっと楽に守れたのかもしれないですね、このボスニアのやつが。なんかうーん、妹のレイアップがもうちょい決まれば、まあマイちゃんすごい果敢に攻めててね、めっちゃ良かったんですけどね、やっぱその大きいから難しいっすよね、難しいです。なんか多分抜けたと思って、あのこっちから見てね、抜けたと思っててもやっぱその視野にいない人たちの存在感ってやっぱ気配って感じちゃうじゃないですか、その場にいると。まあ、道はできてたとしても、その例えばちょっとラムちゃんがカバーしてくれてた、このここにいるそのここにいる大きい選手がちょっとこうやって手を出してるとかもそうだし、後ろからもしかしたら追っかけてきてるかもしれないその選手、大きい選手とかのなんか気配とかもなんかちょっと意識しちゃうだけでレイアップってね、なんか狂っちゃったりしますよね。そうでも私もそう、今日ジョーンズっていう選手を知れてよかった、私も本当にそう思います。この人えぐいやろマジで、それは世界一のセンターって言われるわ。むしろセンターなのかどうかもわからないよね、このプレー。センターっていうなんか最近そう、 まだ予選だから、そうなの、これからですよね。いやなんていうの、最近ポジションの概念ちょっとよく分かんなくなってきましたよね、ポジションの概念。まあなんか最初に定位置につく場所みたいなのでセンターとかフォワードとかガードって決まってるような感じするけど、センターももうボール運ぶしスリーポイント打つしアシストするしさ、最初の定位置ぐらいの問題な気がする。あとまあ身長もね、身長もそうだけど、身長とまあまあリバウンドだからたくさん取るだろうから大きい方がね。 WMVP の、あ、 WNBA の MVP ですね。そうらしいっすね、もう意味わかんないですよね、それは。確かにそれはもう世界一の選手ということですもんね、あの人が。WNBA でどんだけのプレーしてるんだろう、あの人すごい気になる。エンビードに一番似てるかもしれない。エンビード、ちょっとエンビードがちょっと私がすいませんわからないんですけど、いやー来た。え、何今からこれは何表彰式ですか。ベスト 5? まずはベスト 5? 何のベスト 5? この試合のベスト5ですかね、これ今やってるの。あ、トーナメントオールスター 5?うん、どういうことかな、何の予選のベスト5ってことかな、この日本大会のその3チームのってことですよね。あ、ひまわりだ、ひまわりちゃんが選ばれました、オールスター5ってやつ。ステモだ、ステモ選ばれました。日本からとりあえず今2人でしょ。いやもうステすごいよ。いやひまわりちゃんももともとさ5人制の代表ですごいっていうのはさ分かってたけどさ、ステ 3x3 でもすごかったけど5対5でもすごい。え
今3人で終わったな。っていうことはあと2人はカナダの選手っていうことですね、きっとね。オールスター5のオールスター5のカナダはカナダは6番ともう一人の選手が選ばれたみたいです。これがオールスター5ね。日本ではもうオールスターって言ったらほらひまわりとステになるんですね。すごくないですか。もう次世代ですね。ほら前まではもうねラムちゃんとかねマキちゃんとかねですけど、 MVP は MVP 今から発表されます。MVP さすがにジョーンズやろ。でしょうね。ジョーンズですよ。やっぱりジョーンズさんが MVP です。予選の MVP らしいですね。もう当然だわ。36点の23リバウンドだよ今日。どういうこと。だからリバウンドもだってもう日本の子たちがもうかわいそうになるぐらいもう全だってさ上の空間勝つやん。そりゃ198センチだよ。こんな子がいたのね。本当にすごいわ。今ボスニアの代表の子たちがみんな駆け寄っていますけれども、かわいいな。帰化したバハマからボスニアに帰化する。アメリカじゃないんですね。ボスニアの代表になるんですね。これそれはどういうことなんだろう。バハマ出身らしいんですけど、あの調べてくださった方がいてこのライブ中に。で、まあ、そのこのジョーンズ選手がボスニアに帰化したからボスニアがめちゃくちゃいきなり強くなったということなんですけれども、なんでボスニアに帰化したんだろうね。なんかあれなのかな、親とかのあれかな。エンビート、エンビートって何だ。すごいね。さっきからアメリカ、ここはこの予選が始まる前の時点で出場権を獲得していたんですけれども、出場権は最近なんかフィバの大会は予選も絶対出なければいけないということで、まあ、オーストラリアとアメリカはもう出場権は獲得しているらしいですね。パリのオリンピックの。そしてご覧のように1勝1敗ということになりました。日本これからの期待に向けてはどうでしょうか。今大会も含めて。はい、ありがとうございます。あっという間のワールドカップ予選でした。そうですね、500円くれた。ありがとうございます。うまこんさん、ありがとうございます。すごいびっくりしちゃった。落ちます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はあ、惜しかったな日本。とりあえずジョーンズさんすごいわ。でもやっぱキキちゃんすごいな。キキちゃんめっちゃすごかった今日も。ひまちゃんもすごいし、まあ、ステもすごかったな。でもジョーンズさんのすごさはちょっとびっくりしたな今。ボックススコア見たい。ボックススコア、ボックススコアどこで見れるのかな。ボックススコアはどこで見れますか。バスケットライブで見れますか。ボックススコア見たい。ボックススコア、すぐ見れるもんですか。ボックススコアってオリンピックメンバーから結構メンバー変わったのに頑張ったね。いや本当何オリンピックとアジアカップの合体みたいな感じじゃないですか。え、林さん3点12分の7。はあ、何なんすかねあの人。あの子やばいな。12分の7なの。しかもさ、なんかパンパンみたいなドリブルワンパンみたいなのとかも入れるじゃないですか。あのちょっと前にドリブルしてちょっとステップバック気味のさ3とか、あんな入る。それがあんな入る、すごいよな。ちょっとマジボックススコア見たい。ちょっと私ボックススコアを見て、ちょっと待って、日本代表
ボスニア、ボックス、スコア。UMMC ではグライナーやエマバホイワと同じチーム、呼吸できるもの多いと思いますよ。WNBA ももちろんだとは思うけど、大概は相手になりますからね。すごい海外バスケに詳しい人いるな。ボックススコアが見たい。どこどこ、どこで見れるん？ねえねえ、どこで見えるん？キキめっちゃ走るし、キャプテンだったね。ほんとキキちゃんめっちゃいい子なんすよ。本当にこの前も言ったけど、初めて大学の試合かなんか見に行った時に会って、すごいいい子だったの。なんかもういい子ってオーラがすごい出て、なんか喋り方とかもなんか強くなくて優しくて、今の YouTube サイトにジョーンズみたいな選手のハイライトたくさん載ってますよ。FIBA の YouTube ですね。とりあえずバスケ日本代表のツイッターアカウントから、あ、本当ですか、バスケボスニアボックススコアで出てきます。本当本当、今それで一応バスケボスニア調べたんだけどな、バスケボスニアボックススコア、ツイッターバスケットボール協会のツイッター見ればいけるんか。ちょっと待ってね、私のパソコンね、あんまりあれが良くなくて。来い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 。でもキキちゃんの12分の7って何パーそれ。来い来い来い。あ、スタッツ本当だ、あった。今の公式サイト出てきました、ありがとうございます。待って、私は今ねツイッターから多分これボックスか見れると思うんだよね。本当にすごかったな、あの人。本当に知れたのは良かった。同じ時代に生きててすごいですね、あの人。絶対もっと女子のさ中でさ有名になっていい人ですよね。世界中でそれこそレブロンとか KD とかステフカリ君ぐらいさ、良くないですかあの人有名になって。もっと見たい、あの人のハイライトとかマジで見たいもん。後で絶対見よう。世界でやってる時のね、そのハイライトが見たいですよね。女子の世界のもっとさ、だってオリンピックの時いた？あの方、オリンピックの時。オリンピック出てないんか、まずボスニアが予選で負けたってこと。来い来い、ボックススコア来そうです。来い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 。マジで遅いな、 Wi-Fi かな。ねえ早くしてよ。とりあえずクォーター間の点数が、1クォーター目が、後から言う方が日本20対23、最初3点差で勝ってる。2クォーター目18対23、これも勝ってる。3クォーター目26対24、4クォーター目が23対12ですね。なるほど、4クォーター目で12点しか取れてない。今それまで23、23、24取ってるのに半分しか取れてないですね。あら、何がありましたでしょうか。ボスニアの方は言うたら、まあコンスタントに20点前後を取っているという感じですね。20点18点26点23点。日本が最後あれになったら、よしボスクススコア来ましたとりあえずボスニアはジョーンズさんが36点取って、フィールドゴールパーセンテージも 58%、
2ポイントが 66.7% で、まずまあこれもすごいわな。で3ポイントも 33.3%、 6分の2ですね。フリースローは 100% で6分の6、リバウンドがオフェンス5のディフェンス18で23、アシスト4、ターンオーバーも4してるけど、ブロックはまあ意外と少ないな、2なんだ。でも EFF が51だからね、やばすぎでしょ。他の人 EFF14 とか15とか3、2、18、多くて18、マイナス1、2の人もいるけど。であとはボスニアで一番次に点数取ってるのは24番と7番が15点ずつ、15番が14点、あとは5点と2点だから、もうだって87点でしょ、のうちの36点取ってるわけだから、もうほぼですよね。で全てほぼこっから起点だしね。で日本はとりあえず一番試合出たのが林ちゃんですね。これ31分出てる。で得点も林キキちゃんだ、やっぱ21点取ってますね。これはむしろすごいな、逆に2ポイント打ってないわ。だって12分の7だよ、12分の7のその7本の3、3、7、21でしょ、 58.3% のこの3ポイントだけで点数を取ってます。フリースローも打ってないし、2ポイント打ってないってすごくないですか。31分出てて2ポイント1本も打ってないってやばくないですか。なかなかないよそういうの。でそしてキキちゃんはリバウンド3、アシスト0だしな、もう打ってますね。で EFF19、日本3すごいですけど逆に3が入らない時どうするんだろうって感じだった。まあでも3が起点になっちゃうからね、日本ってね。それを止めに来てたら、まあドライブもみんなできるよ、できるから、まあペイントアタックして、でもペイントアタックしてカバーされたらね。でもだからステとかひまわりはそっからこうユーロとかして決めれたりもするから、まあちっちゃい子たちはどっちかというとキックアウトしないといけないけど、まあ引き寄せるだけでねだいぶいいから。とりあえずまあキキちゃんが21点でしょ、31分で。で次がひまわりだね。次が出てる分数もひまわりです、得点もひまわりちゃんです。28分25秒出てて14点、2ポイントが4分の1で3ポイントが5分の4。これもすごいな、5分の4だよ。 80% です、ひまちゃん。やっぱ2ポイントの方がこの試合ほとんどみんな入ってないんだもんな。でリバウンドのアシストにターンオーバー1、得失点差9、まあ EFF が一番高いのはひまわりちゃんですね、21です。21だよ、まあ普通それでもめっちゃ高いじゃないですか、21。ジョーンズさん51だからね、もう意味がわからん、51はさすがに意味がわからん。で次に取ってるのが、まあもう次取ってるのがマキちゃん、高田マキちゃんですね。17分47秒出てて10点、2ポイントが3分の1、3ポイントが4分の2。こっちのこうマキちゃんでさえ3ポイントの方が多いっていうね、打ってる本数が。マキちゃんでさえだよ、7本しか打ってない。まあフリースローは2分の2です。まあ 50% 入れてんのすごいけどな、さすがに。でも2ポイントが3本しか打ててないっていうのもちょっとあれですね、やっぱ。だからマキちゃんが、でリバウンドが4、アシスト2、まあ EFF13、でステが次25分41秒出てて8点、2ポイントが9分の4、 44.4%、 まあ3ポイントは2分の0入ってないけど、そんな打ってないからね、まあ、9分の4か、まあそんな悪くないよね、パーセンテージは。リバウンドも7してるし、で9、EFF が9ですね。
でラムちゃん、ラムちゃんが22分56秒出てるんですけど点数取ってないっすね。マジか。あ、それはちょっとびっくり。で、あの一応スタート言っときますね。あのここ書いてあったから、スタートは宮崎沙織ちゃん、林ちゃん、ひまわりちゃん、ラムちゃん、ステですがスタートでした。ラムちゃんゼロは確かになかなかないぞ。2ポイント3回しか打ってないんですよ。で3ポイント1回も打ってなくてゼロだから、もうシュートをまず3回しか打ってないっていうね。ラムちゃんが3分の0です。まあアシストは5してる、でもアシストは5してるからよくって、リバウンドも3してて EFF は6です。まあプラスだからね。でもそっか、ラムちゃんがゼロだとちょっとあれですね、それはなかなかに厳しい。3本しか打ててないからね。まああの子に疲れてたんでしょうね、ジョーンズさんにね。ジョーンズさんに疲れてるとこんなに打てないか。まあアシストに回っちゃうよね。まあまあ 5してるから、アシスト5してるのはだいぶすごい。であとは三好ちゃんは2ポイント1分の1、3ポイント4分の1でアシストに16分49秒出てます。で EFF は7。まあ三好ちゃんが16分出てて5点か。まあまあ4分の1、多分3ポイント4分の1はまあなんか普通の選手だったら普通なんだろうけど、三好ちゃんだったらもっと打てるだろうし、もっと入るだろうしって感じはしますよね、きっとね。16分しか出てないっていうのはあるか。で本橋ちゃんも今回は、なこちゃんは7分27秒しか出てなくて、で3ポイントを3回打ってて1本も入ってないから0点です。ここもあれですよね、なこちゃんほらだって結構攻撃的な、なこちゃん確かにもうちょっと出てもよかったかもしれないですよね。3ポイントはまあ入ってないけど、それこそドライブとかでね点数取ってくれそうな感じするけどな。宮崎沙織ちゃんが何点だ。宮崎沙織ちゃんは13分46秒出て4点、2ポイントが3分の1、あ、うん、3ポイントが2分の0で4点、フリースロー2分の2。まあ、ターンオーバーがね少ないんですよ日本今日、チームで8しかしてないからそれはすごいいいと思うんですけど、リバウンドの差どんぐらいあるのかな。リバウンドボスニア46、日本36だもんな。10差ありますもんね。まあしょうがないよな、ジョーンズさんが、ジョーンズさんが1人で23取ってるから。一番リバウンド取ってるのはひまわりちゃんですね。あとマウリもステもだ、ステとひまわりちゃんが7ずつ取ってる。7だもん一番取っててさ、おこもにが9点です今日。11分50秒で9点、うん、いいですよね。11分50秒しか出てなくて9点だったらね。 EFF は6だけど、2ポイントでもおこもにも入れてないんだよな。3本の3ポイントだけですね。4分の3の2ポイントは1本しか打ってない、1分の0だから、この辺がやっぱセンターが2ポイント打ってないという状況ですね。これほぼほぼマキちゃんで3本でしょ、ラムちゃんで3本でしょ、でおこもにで1本でしょ、7本じゃん。で7分の1ですもん、センターで7分の12ポイントが。それも確かに、まあセンターがだから2、あの人がいるだけで本当に難しいな。マジ2ポイント打ってない。だって3ポイントの方が打ってるもん。日本全体で30分の8なんですよ、2ポイントが。30分の8だもんな。で3ポイントが43分の20、
43分の20ね。これはすごいんだよ。3ポイント43分の20はすごいんだよ。でも2ポイントが30分の8だもんな。そしてリバウンドですね。ターンオーバーしてないから、まあ、そんなに。だってしかもさ、ファーストブレイクとかもあんま見てないですよね今回。そのディフェンス取ってバーって走るみたいなのもあんまり見てないからな。そういうのも欲しかったかもしれないですね。それ言うのでやっぱ2ポイントってこう、まあ一回あのキックアウトして3ポイントとか何回か見たかもしれないけど、せめてあのファーストブレイクで2ポイント取ってるのあんま見てないな。うん、ラムさん、そう、ドカスキー選手はずっとジョーンズにマッチアップしてたのありますかね。それはもちろんありますね。もうあそこはもうディフェンスに結構重きを置いてたのありますよね、ラムちゃんとかはね。きっとあそこをどうにか抑えたいという、うん、でしかもあの子にディフェンスされるとなかなかもうラムちゃんでさえなかなかゴール見えなさそうだもんな。ラムさんは最近怪我から帰ってきたんでしたっけ。そう、 WNBA でやってる経験はあるから頑張ってほしい。そう、ラムちゃんはもう全然、なんていうか、ラムちゃんも言ったら日本のセンターとしてはもう規格外じゃないですか。スリーも打てるし、上からドライブもできるし、まあ、まあそういう世界志向ですよね、もうラムちゃんはね。本橋選手怪我で制限時間あるじゃないですか。それもあるのかもしれないですよね。うん、この前もそんなカナダ戦もそこがねいっぱい出てたわけじゃないですもんね。あと時間的にも仕方ないですか。本橋選手もやはり体調ですかね。そうですね。ボスニアのターンオーバー少ないな。ボスニアのターンオーバーは、あ、11か。確かに11はそんな、まあまあ、うん、普通よりちょっと少ないぐらいですねきっと。確かにな、もうちょっとディフェンスを頑張ってミスさせるっていうのももうちょっとあってもよかったですね。日本だったらね、あのアジリティを駆使してっていうんだったらもうちょっとミス誘うとか。スティールが日本何回だろう。スティール7か。まあ相手は3だから相手よりはだいぶ取ってるけど、ボスニアは日本みたいな小さなチームには強いかも。うん、そうですね。そうカナダみたいに3もあって大きい差もあるチームには厳しいな。それは本当にあると思うんですよね、マジで。あのカナダはその体格で別にボスニアに何も劣って、まあただトントン、まああのジョーンズさんだけちょっとバーって出てるけど、他はまあみんなトントンだし、ジョーンズさんよりちょっとちっちゃいぐらいの人たちが何人か多分いるだろうから、その体格の差はね非常に大きい。ジョーンズいるからポストの得点は捨ててたイメージです。個人的には賢明な作戦だと思います。なるほど、ポストの得点捨ててたか。うん、捨ててもなかったと思うんだよな。むしろ頑張って守ろうとしてるがゆえにキックアウトパーンってパスさばかれてスリーとかも打たれてたと思うんだよな。なんかあのあそこ守るの本当難しかったですね。ロープでどんだけカバーいくかってさ、だってゴール下じゃないんだもん、ロープなんだもん。ロープでそこまでカバーなかなかいかないじゃないですか。こう攻めてゴール下に来てたらバッていくかもしれないけど、ロープよりちょっと一歩ぐらい離れたところでもらったらカバー一向にもいけないし、逆サイドからもで、そっからあのなんかさ、 KD のさ得意なって言ってたあのターンしてターンシュートでちょっとフェードアウェイみたいなされたらもう、そしてそれを決められたらもう何もできないですよね。だからそれはしょうがないですよ、もうむしろそれはしょうがないから、それはしょうがないから、逆にその寄るタイミングを気をつけて、あのスリーポイント、あのパスさばかれてのスリーポイントは止めたかったですよね。まあ難しいか、本当あれが攻めてきたらカバー行くんだろうからな、みんな難しいすいません、オフェンスの話でした。オフェンスの話、ポストの得点はジョーンズがいてディフェンスリバウンドを取りにくかったから速攻戻せなかった。そうですね、そうなんだよねリバウンドからの速攻なかったし、まあそしてあのプレスに引っ掛けるみたいなのもあんまりなかったですね今回。一回ダブルチームしてたの見たけど、まあ、スティールでも何回かしてたな。まあ7回してるしね。でもそのスティールからレイアップまで行ったのあったっけな。一回三好ちゃんが最初の方やってたのと、ひまわりがスティールしてからのやつあったけど、分かんない、分かんないや。
まあちょっとまあ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 ちょっとあれですね、ボスニア強かったですね皆さん、すごく面白かったですね。でもこれはもうこれで見る、とても見る価値のある試合だったな本当に。まあ、日本は多分ああいう選手がいる時とかこういうチームに対してのなかなかジョーンズ選手ほどの選手ってさいないじゃないですか。だからあの初めての体験だったんだろうから、まあ、そういうチームに対してどうやって今度そういうチームとやるときにどうするのかみたいなのはきっとこれからまたアジャストしていくでしょうから、彼女たちはとりあえずジョーンズ選手がすごすぎたっていう怪物みたいな人いますね女子のこの時代に。面白い。ラムちゃんはラブリーグで背が高くない長岡選手のディフェンスも嫌がってたように見えたから性格の問題もある気がする。センターよりは優しすぎる。あーうーん、まあ確かにね、萌子ちゃんも強いからね。でもラムちゃんも強いから性格的にもきっと全然ガンって来られてもガンって生きるタイプだとは思うから、まあでもそういう感情が出ちゃうってことはあるのかもしれないけど、まあまあ、まあやりますけどね、きっとラムちゃんは全然やりますけどね。これからボスニア注目してみますね。一緒に見れてよかったです。また配信してください。ありがとうございます。私もあの最後しか見れなかったですけどよかったです、ライブ配信できて。あのもしかしたらラグもねあったかもしれないけど、皆さんありがとうございました。ボスニア注目ですね。ジョーンズ選手やばいですね。あの28歳らしいんで、あのオリンピックもパリオリンピックもすごく、あ出てくれるかなボスニア、わかんないけど出てくれますように。というわけで皆さんありがとうございました。お疲れ様です。